葉の上に彫刻されたキリギリス水玉白菜は、水玉を虫が止まった白菜の形に彫刻した、高さ1 9トルの美術品。現在は、中華民国台北市の国立呼吸博物院に収められ、銅館を代表する名品の一つである。水玉白菜の大きさは高さ1 8 7センチメートル幅9 1センチメートル厚さ5 0 7トルで、 手のひらよりやや大きいぐらいである。原石は半分が白、半分が緑の翡翠奇跡で原産地は雲南からミャンマーだと推測される。原石には空洞などの欠陥箇所もあるが、この彫刻ではそれが白菜の茎や葉の形にうまく活かされている。上部の緑色で白菜の色を再現しているが、これは人工着色ではなく石に 元からついていた色を活かしたものである。このように、原料本来の形のみならず、色目の文法も生かした。玉器工芸は、色といい、工玉が中国に普及する成長中期以降に流行した。信頼に本作と類似した作品が数例あるが、その中でも水玉白菜は、新鮮な葉の息吹まで感じさせる、みずみずしい造形や、白と緑の対比や緑の濃淡さによって、 商品とは思えないほどの深い奥行き感を持ち、色の中でも最も完成された作品の一つと言える。葉の上にはバッタとキリギリスが彫刻されており、これは多産の象徴と考えられている。しかし、このキリギリスは学名ガンプソクリースグラティサーと呼ばれるものであり、キリギリス編のキリギリスの意味とは異なる。この虫は、 泣くことが得意とされており、真の高規帝の時代から、宮廷で宴会の雰囲気を盛り上げるために用いられていた。従って、稲子と同じように、子孫繁栄を象徴しているとは、解釈できない。白い白菜の方は純潔の象徴とする説が有力であり、このように解釈すると口実の金碑の真旧から、発見されたという史実と整合性が取りやすい。現在は、 木製の台に斜めに立てかけられて展示されている。しかし、本来は、盆形の一部として、4枚の花びらをかたどった、放浪の小さな植木鉢の上に、四角い木製の指示具によって、まっすぐ立った姿であった。ところが、1925年に、呼吸博物院が開館する際、当時の展示担当者は、このような組み合わせでは、 白菜の特質を壊してしまうと考え、また直立する白菜の姿にも違和感を感じたため、簡易な木製の台をわざわざ新規に作らせて、現在のような干渉形態となった。この放浪鉢と死地具は長らく行方不明だったが、21世紀になって再発見され、現在は水玉白菜の隣に展示されている。しかし本作品の本領は、 垂直に立てて正面から見た時に最も現れる。外側を覆う花びらのような葉は手前の葉は低く奥の葉は高くなるよう計算され、立てた時に最も多くの葉が連続して見える作りとなっている。さらに斜めにしてしまうとキリギリスの重さによって葉が垂れ下がる様子に祖母が生じてしまい、葉先のしなやかさと虫の重みによって生じる。 造形的緊張感がやや損なわれてしまう。この彫刻の作者は伝わっていない。この彫刻は、もともとは、高所定の日である金碧の住居、英和宮にあった。金碧が突嫁千八百八十九年に初めて世に現れたことから、金碧の持参品と考えられている。1 9十一年の侵害革命で、新朝が倒れてからも新室有待条件により、新室の資産は、 進出によって所有されていたが、1924年11月に進出優待条件が修正されると、進出所有の美術品は民国政府に接収され、その後資金上後に作られた呼吸博物院の所蔵品となった。1933年に日本軍の侵略を避けて上海市に移され、その後、たびたび場所を移動した後、1948年に、 国境内戦の煽りを受けて台湾の国立呼吸博物院に移され現在に至る。2014年6月東京国立博物館が開催する台北国立呼吸博物院新品司法にて初めて海外出品された。水玉白菜は国立呼吸博物院の最も有名な彫刻と言われており生命浄化と肉形石と合わせて 国立呼吸博物院の三大手法とされている。国立呼吸博物院北部インクのミュージアムショップの中でも水玉白菜の関連グッズは人気が高く種類も豊富である。2009年、その中にある白菜のおもちゃが中華人民共和国製であり、中国大陸からの観光客がわざわざ買って帰っていることについて中華民国で 恥ずかしいことであるとして問題にされたことがある。ありがとうございます。